RTOX はオンライン MBA のビジネスブレイクスルー大学院でも活用されているビジネスブレイクスルー独自のケーススタディです。もし自分がその会社の経営者だったらと仮定し、現状を踏まえて将来像を予測、今後の方向性を考え投稿するという一連の流れを繰り返し実施します。いわば問題解決のプロセスの型を学ぶトレーニングであるとともに、さまざまな業界のケースに触れ、アイデアの引き出しを増やすことで、どのように業界変動に立ち向かうのか、どのように時代を捉えた戦略を作るかなど、経営者の視座でビジネスを構想する力を身につけます。 RTOX の進め方をご紹介します。 RTOX は1週間を基本単位に何度も繰り返し実施、クラスの仲間とテキストベースのオンラインディスカッションを通じて自身の考えをブラッシュアップします。出題された企業名などに対して外部環境、内部環境の情報収集、 3C 分析などのフレームワークを活用し分析を行い、課題を抽出、経営者の視座で戦略の方向性を打ち出します。結論提出後、大前健一の解説を視聴、大前健一の思考プロセスと自分を比較し改善を繰り返すことで経営者的思考を磨きます。 RTOX に繰り返し取り組んだ受講生からは、視座が高くなった、論理的に整理し伝える力が身についたなど、多くの学びの声をいただいています。 MBA を取得できる大学院をはじめとして、部長職以上向けのプログラム、課長職向けのプログラムなど、さまざまなプログラムをご用意しております。次世代の経営人材を育成したいとお考えの企業の皆様、 RTOX の導入をぜひご検討ください。